は春の嵐という予報も出ていましたが、前節とは打って変わりまして穏やかな水面コンディションとなりました。今シリーズも4日間開催の短期決戦、スカパーブロードキャスティング杯初日の最終レース12レースは戸田選抜戦です。コース争い外枠勢の動きがポイントです。対戦メンバー1号艇山口白井英治、2号艇大阪野添隆弘、3号艇埼玉須藤博道、4号艇東京梶野隆、5号艇広島麻生慎介、6号艇兵庫金子龍介、以上6名の対戦です。金子が動いてきまして2コースバネ埋まりました。1番の白井と並んで6番の金子の2コース、動いて2コースまで取りました。6番の金子は連勝かかります。白井は一方前半2着に終わりました。この2人が現在オレンジ部横あたりというところ。中段の3コースに構えました2番野添、こちらも前半は勝ちきれませんでした。ダッシュ3手4コースは角になりました。地元の代表格3番の須藤は前半まくり出して勝っています。外2人はスタートついていけるかがポイント。4番の勝ちの5コース、6コースに5番の麻生、少し1、2コース深くなりまして進入体系はインコースから1番、6番、2番、3番、4番、5番です。スタートしました。1、2コースの2人しっかりとスタート決めています。ほぼ1、2コースは同体でした。さあインから逃げ展開は1番白井、まくっていく2番野添、野添のまくりが炸裂、白井飲み込まれました。2番の野添まくり切って先頭リードは2点し、白井は2番手になりました。すぐ後ろ内をついて6番の金子1点し、さあ続いています。さあここからの逆襲なるか。1番の白井2番手から2マークの旋回、内側狙って6番の金子先頭を競りかけるも2番野添は振り切る。白井は差し返すも先頭とは差が開きました。ここで2番の野添が先頭、リードは3点進と広がります。1番白井は2番手、2点審査、6番金子は3番手、この後ろは4番手に3番の須藤という体勢でこれから2周の1マーク。先頭で2番の野瀬、2番手1番の白井ですが差は詰まりません。3番の須藤の追い上げも届かず、3番手は依然6番の金子です。3、4番手差は4点進と開きまして、4番の勝野と3番の須藤、さらには5番の麻生、後ろ3人は4番手接戦の展開と変わりました。2周2マーク、先頭で2番の野添クリア、2番手が1番の白井、そして6番の金子3番手、上位3人変わりません。これから最終周回です。2番の野添隆弘が先頭、じっくり貯めてというコース取りになりました。それも生かして2番の野添、3コースまくりが炸裂でした。最後のバックテレッチ譲りまして、先頭が2番の野添隆弘、1番の白井追い上げは届かずという展開も、やや先頭2番手差が詰まって現在その差が3点進ほど。6番金子は3番手変わりません。最終ターンマークに譲ります。2番の野添価値ある勝利、1番の白井最後追い詰める動きですが届きません。3連単の2:1:6では 119.3 倍、先頭は2番野添ゴールイン、1番白井ゴールイン、6番金子ゴールイン、4番3番5番の順でゴールイン。